先日さ、まあ俺あの趣味で釣りをするんだけど、その絡みでね、えー、そのリールっていうその釣り具のことでわからないことというか疑問に思ったことがあったわけですよ。で、それをあのお客様センターに問い合わせたんです。うん。で、そのね問い合わせ先が海外のメーカーだったんですよ。 うん、日本のメーカーじゃなくて海外の釣り具メーカーに、えー、こ,こういうところが気になります。こういうところが気になります。これはどうしてですかっていうことを、まあ、ディープエールみたいな翻訳ツールを使ってしっかりと翻訳してそれをその海外の,そのリールのメーカーのお客様センターを経由して送ったんですよ。ね、でそれの返事が来たんです。うん で、ね、その返事をね、あの翻訳して読んでみたら、その、こんにちはと。で、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、残念ながら、リールがどのように、あるいはなぜそのように作られているかについてあまり情報がありませんと。うん。で、あの、カスタマーサービス、マディソンっていうね、その担当者の名前が書いてあってさ、うん。ね、あの、これを聞いた時にね、おいなんだよと。普通思うじゃないですか。ね、あの、なんだろう。 お客とメーカーのその窓口、つながる窓口であるお客様センターでね、そういう回答がさ、あの、されたら、じゃあもう、俺は答えを <laughs> ね、<laughs> 知る術がなくなるじゃないですか。公式がノー、あの、わからんって言っとるんやからさ。ね。<laughs> それでね、すごく、あのー、なんだろう。嫌な、嫌な気持ちまではいかんけど、なんか残念だなっていう気持ちになったんですよ。なんかなーっていう。 ね。で、思ったんですけど、ね。こっから学ぶことがすごい多いんですよ。うん。ね。なんか、それでさ、普通だったらさ、そのね、あのお客様センターのくせになんでそんなこと言うんだみたいな感じでさ、ね、怒る人だったりとか、残念があったりする人が、まあまあ、いっぱいおるじゃないですか。俺も残念があっとるしね。うん。けど、ね、よく考えてみてください。うん、俺は、その、カスタマーサービスの人間に、どうして、ね、 <laughs> あの、俺はカスタマーサービスの人間にどうしてこうなんだって聞いとるんですよ。うん。ね。相手は、相手はそのメー、相手はメーカーかもしれんけど、ね。あの、客観的に見たら相手はメーカーかもしれんけど、実態で言えば、俺とマディソンがやりとりしとるんですよ。ね。その釣り具を設計した人間じゃなくって、 ね、作った人間、設計した人間ではなく、ね、ある、あの、お客様センターの一社員である、まあ、アルバイトか知らんけど、ね、マディソンと俺がやりとりして、俺が、ね、お客様センターに届いとるわけ、あの、届けとるわけだからさ。それはマディソンからしたらさ、ごめん、俺分からんよっていうのはそうじゃないですか。ね。<laughs> マディソンが作ってるわけじゃないからさ。 <laughs> だから、その、我々のところにあまり情報がありませんっていう回答は正しいのよ。うん。お客様センターにはそういう情報がないっていう。うん。これね、日本の場合は、そこら辺気を使ってくれるんですよ。すごく。ね。あの、お客様センターの私に聞かれてもわからんけど、じゃあ、あの、わかる人に、こっちで、その善意で、ね。あの、気を聞かせて、調べて、 で、あの、お客様のその返答になるべく答え、お答えするようにっていうおもてなしの心というかさ、優しさってのがそこにあるわけじゃないですか。ね。それだから日本の場合は、お客様センターに問い合わせても、ね。当たり前だけど、その、回答が来るんですよ。ね。じゃ、あの、私はわかりませんけど、その制作者に聞いてきましたとかさ、ね。そしたら、こういうね、制作、あの製造部門に聞いてみたら、こうこうこういう理由でしたって。 ね。あの、これを回答とさせていただきますみたいな感じでよくあるんですよ。ね。日本のメーカーにもたまにと言わせたりするんですけど。ね。あーと思って。ね。今までそういう優しさの上に我々は生きとったんだなと思ってさ。ね。かといって別にそのね、あの海外が優しくないとか、そういうわけじゃないんですよ。だって言葉通りの意味で言えば、俺はね、あの、違うから。 だってそうでしょじゃあ、なんだろうな。例え話としてね。じゃあ、そのな、コンビニ行きました。ね、コンビニに行きましたとか、スーパーに行きましたとかさ、ね。まあ、スーパーの分かりやすいか。じゃあ、えー、最近ほら、野菜のコーナーってさ、製作者の写真とかあるじゃないですか。佐藤さんちのトウモロコシとかさ、ね、山本さんちのトマトとか言ってさ、なんかあるじゃないですか。私が作りました、みたいな、その生産者の顔が見えるタイプの。 ね。そういうね、野菜コーナーとかってよくあるじゃないですか。ね。じゃあ、そのね、このトマトはどういうトマトなんだっていうのを聞く相手は誰ですかね。山本さん家でしょほ本来ならね。けど、ね。あのー、山本さん家からそのスーパーに届いたのを、ね。あの、店頭に並べとるだけの店員に、おい店員と。ね。あの、おい店員。 ね、このトマトはどういうトマトなんだ甘いのか酸っぱいのかどうなんだって。聞いて、ね、店員からしたらさ、いや、知らんしって。<laughs> なるじゃないですか。いや、そんなこと聞かれても俺食べたわけじゃないしな、みたいな。ね、商品食べるわけにもいかんし、ね、売り物を食べるわけにもいかんしさ、そのね、店員からしたら。ね。けど、俺は、ね、あのー、その店員にトマトの味を聞くかのごとく、このね、マディソンに、 聞いてしまったわけよ。うん。これってさ、すごい大事なことなのよ。割となんかそのね、日本はやっぱ察する思いやりのね、文化がある国ですから、そういうね、あの、主語みたいなのがね、具体的なそのね、あの、論理的なお話だったりとか、主語だ、言葉の主語だったりとか、そういうのを省く、えー、風潮がよくあるわけですよ。だって言わずとも伝わるから。うん。あれって言っても伝わる人は伝わるじゃないですか。 <laughs> ね、これとか、それとか言っても伝わる時は伝わるじゃないですか。話のニュアンスでさ。うん。だからね、あの、このマディソン、別にマディソンを責める気はないんだけど、でも俺はその欲しいね、答えが欲しいから、だから、えー、まだその、送り直したな、今送り直して返答待ちなんですよ。だからこれはね、その、そこから学んでマディソンに聞くんじゃなくって、えー、 知っとる人に、ね、あの、知っとる人に、この質問を投げかけててか、あげて、回答を、あの、聞いてくれませんかっていう、ね。そういうね、あの質、あの、お問い合わせにしたんですよ。そうしたら、ね、マディソンの仕事は、 ね。そうなってくると、マリソンの仕事は、この質問に答えるから、えー、担当部署に問い合わせて、その回答を俺に送るっていうマリソンの仕事ができたわけですよ。でまあ、まあ、次のメールがねこ、あの、今回のメールがマリソンに届くかは知らんけど、<laughs> ナンシーかもしれんしさ、ね、あの、デイブかもしれんけど、<laughs> ね。あの、ちゃんとその、ね、お客様センターは、あくまでもお客様センターであってね、その、なんだろう、まあ、 マニュアルとかあるからさ、対応マニュアルみたいなのがあるから、ある程度は答えられるけど、専門的なものに関しては、えー、答え兼ねますっていう。うん。いや、基本的なことは答えられるけど、ちょっと、えー、一歩二歩進んだ専門的な話っていうのは、えー、カスタマーセンターのキャパシティを超えるわけだから、うん。だからそれをね、なんかはっと気づかされてさ、ね、あの、このね、あの、 残念ながらその情報がありませんっていう回答をもらった時は、えー、なんでだよ、残念と思ったけど、もう今をね、今ね、こうやってね、思うと、やっぱ俺が悪かったんだなって、俺の聞き方が悪かったんだなっていう、うん、ことになるわけですよ。<laughs> でもそれくらいやれって言うけどさ、ね、それくらいカスタマーセンターなんだから、それくらいやれっていう意見はもちろんあるかもしれんけど、けどね、あのー、向こうは仕事に対してかなりメリハリがついとるからさ、 ね日本人がおかしいだけよ。なんか余計なこといっぱいやるのって。日本人だけなのよ。例えばね、えー、そうだな、千原い二さん。うん。例え話なんだよね。あの、千原い二さんが、海外に行った時に、その、なんかアーティストのライブやったっけなで、海外行った時に、で、その、ライブが終わった後に、その、あ、そのアーティストに合わせてほしい。ええ、アーティストだけだ。まあまあ、アーティストだっ,、まあ、まあトた,ったはず。うん。 に、その合わせてほしいっていうので、控え室に行こうとしたんやって。ね。そしたら、その控え室の通路の入り口に立ってる SP、ガードマンに、いや、お前は入れない、ノーって言われたわけですよ。ね。で、なんで、なんでって話になるじゃないですか。ね。あの、関係者として招待されてきとるのに、あの、楽屋に入れないのはなんでだって、その、千原いじさんも SP の人間に怒っとったらしいんですよ。いや、なんでやと。ね。 なんで入れんのやって、わーって言っとったんやけど、けどそこで SP が言ったんですよ。ね。俺は、その、俺の仕事は、その、許可のない人間を、ね。俺、俺の仕事は、その許可なく、この楽屋に入ろうとする人間を止めるのが俺の仕事やと。ね。だから俺に何を言っても、俺は、ね、その、止めることが仕事だから、うん。そこら辺の融通は効かんと。 例外は認めんと。ただ、ね、その、楽屋におる、その対象、ボディーガードの、そのボディのね、護衛対象の人が、いいよって言うんだったら、俺は別に、あの、通すよって。うん。だから、その、問い合わせ先を、お前は間違えとるみたいなこと言われて、うん。で、実際その後、あの、本人に許可取って、会えたみたいなことがあったらしいんだけど、なんから、だから 抽象的なあれで申し訳ないんだけど、確かアーティストのライブやったっけな。<laughs> まあそこら辺はまあ置いといて。うん、でもそういう話があってね。まあ海外はそういうもんなのさ。日本人とかだったらさ、SP にわーって言った時にさ、わかりました。今ちょっとあの本人に確認してきますってなるじゃないですか。ね。そこら辺気を使ってくれてさ。あ、わかりました。関係者の方ですね。えー、今、あのー、 当人に確認してきますので、ここでしばらくお待ちください、みたいな感じで、スタスタスタと聞いてきて、あ、千原いじという方が会いたいと言ってるんですけど、お通ししても大丈夫ですかって言って、向こうがいいよって言われたら、あの、戻ってきて、あ、どうぞ、みたいな感じになるじゃないですか。けど、向こうは、もうメリハリがちゃんとしとるから、うん。で、そういうことになるやんやって。だから、それと一緒なんですよ。うん。だから、なんか、うん。ごめん、マディソン。<laughs> ごめん、マディソン。 俺が、俺が拙ないばっかりに、ね。俺が、なんかその、ね、日本人としての横柄な態度をとってしまったせいで、ね、相手はアメリカ人、ね。あの、こういうコミュニケーションっていうのは相手があってのもんですから、うん。ね、俺はマディソンの気持ちを考えずに自分のね、あの、思いだけを一方通行に伝えとっただけなんですよ。だから、えー、今回、ね、また新しくやり方を変えて。 うん。送ってみたんで、まあ、それの回答がね、あの、どうなるか分からんけど。<laughs> なんか、面白い続報があったら、ここでも話そうかなと。あの、族、ごめんね、マディソン。<laughs> から、ありがとう、マディソンになるかもしれん。わからん。ありがとう、ヘンリーとかになるかもしれんけど。<laughs> はい、そんな感じで。あのー、別にね、俺だけじゃなくて、対外人、ね、海外の人だけじゃなくて、日本人で同じことは言えるから、さっきのスーパーの例と一緒で。ね。 に同じことが日本の同じ言葉、同じ文化で生きとる人間でも同じことが言えるから、まあ、これをお聞きの皆さんは、その、なんだろう、う日常生活で、あのー、マディソンだったり、ね、逆に自分がマディソンである場合もあるからさ。そうでしょ自分がコマミリである場合もあれば、自分がマディソンである場合もあるわけよ。 そんなこと俺に言われてもって、お前は何怒ってるんだって言った時に、そこでなんか揉めたりとか嫌な気持ちになるんじゃなくて、嫌と、俺に聞かれても困ると。<laughs> ね。<laughs> 一店員の商品並びてる俺だ売りに聞かれても困ると。ね。ちゃんと問い合わせしてくれと。ね。窓口はこっちですって。ね。くらいの気遣い。うん。そうすれば自分がなんかね、抱え込んで嫌な気持ちになることもないしさ。 そんなになんかね、わ自分がその裏で山本さんに電話して聞いてきますみたいな感じの余計な仕事もなくて、人生楽になるじゃないですか。うん、だからそういう円滑にね、えー、進める、まあ、グローバルな時代ですから、うん。まあ、そういうのも重要じゃないかなと、私は思いました。はい、そんな感じです。